皆さんこんにちは、27ライダーです。今日なんですが、いよいよね、SP 忠夫さんのねパワーボックスと FMF さんのねメガボム、あ、パワーボムですね、ごめんなさい、これのね完全にね真っ向勝負、もう馬力の勝負になります。単純明快で、前回ねこの、自分の WR250X がですね FMF さんの Q4 マフラーと、忠夫さんのねパワーボックスの組み合わせで 34.2 馬力と、まあ、フルパワー化をしている状態なんですけどね、まあ、そんな状態です。年長はプラマイゼロです。まあそのバイクをね今度はね先日、パワーボムとね付け替えをしてますので、これで馬力が上がるか下がるかもうたったそれだけで、はっきりとね性能差が出ると思います。まあそれ以外にねパワーグラフ後ほどパワーチェックしてパワーグラフの方を見て、それでねどんなね特性が変化したのか、エキパイだけでねどれぐらい走りが変わった、まあ、あのトルクや馬力に変化が出るのか、その辺もね明快になると思いますのでね、後ほど検証の方からね、またよろしくお願いします。チェックの方ね終わりました。いやー参りましたね、とんでもない結果が出ましたね。なかなかのショックですね。まあ一応こちらのねグラフ見ていただくと分かるんですが、まあ本当に見事にねそのまんま並行して何か特性の変化もないかのようにねそのまんま全体的にね馬力が下がってしまったようなね、馬力やトルクが下がってしまったようなそんな結果が出てしまいました。まあ僕もねちょっと同じ FMF さん同士のねパーツ同士の組み合わせなので非常に忠夫さんの方をね上回ってくれると思っていたんですが、前回 34.2 馬力からですね 0.5 馬力、ダウンしてしまいました。でトルクの方ね本当250というバイクでトルクに変化が出るというのは本当にまあすごくなかなかね出てこないと思うんですが、そんな中ね、0.1 ねトルクの方も下がるというね、まあ完全に忠夫さんに軍配が上がってですね、エキパイを変えるだけでこんなにバイクが変わるのか。まあただですね前回パワーチェックしたのがですね去年の秋口なんですよね。でまあ湿度であったり気温の変化なんていうのものありますので、まあ皆さんねその辺の誤差は、ご理解いただけるとありがたいです。でまあ今日ね2回ほど念のため測って、くださいまして、であと加納さんですね、まああまりにも落ちたのでね、もしかして計測ミスじゃないかということでもう一度ね、気を使って測り直してくれたんですが、2回のね計測の変化というのはこちらになります。まあ間違いなくね同じバイクで同じタイミングでパワーチェックしたというのがね明快に分かると思います。今回もね加納さんありがとうございました。まあそして自分がねこのパワーボムというものに対してまあちょっと期待感は薄かったんですけどね、純正エキパイに近い形状なので、まあまあパワーボックスというね忠夫さんの社外のね社外というか FMF さんとのまあ一種の組み合わせでありながらね、この WR をねいいバイクに変化させているという、まあ、逆に高評価だ、忠夫さんのパワーボックスに対してのね、評価が上がりました。まあ普通に思えばこのまま帰ったらすぐね忠夫さんのパワーボックスに付け替えるというね、気持ちになるんですが、皆さんねこの組み合わせの方はぜひそのままいていただければと思います。それでですね、まあ少し前にですね実は自分はFMF さんのメガボムというものを密かに入手してまして磨いて隠し持っています。なんでね今後
最終対決として、FMX さんの、ね、メガボムとこのじゃあ今自分の中では 最高に、ね、馬力が出てる、あの最高に、ね、いい調子を叩き出している忠雄さんと最後の、ね、真っ向勝負、まあ、それに挑みたいと思います。まあ忠雄さんがね、勝つのか、それともね FMS さんがね、あのここで逆転して、汚名を挽回するのかね、これはちょっと自分も楽しみです。本当にね、これが実際の結果なんでね、ああちょっと悲しい結果ではあったんですが受け止めたいと思います。またね、ちょこちょこいろんなことやっていきますんで、今後もね、少し時々ね、あいつ何やってるかななんて、ね、遊びに来ていただけるとありがたいです。いや本当にね、バイク乗ってて気持ちいい季節になりましたよね。皆さんもあの無事故でね、これからゴールデンウィークなどね、いろいろあると思うんですが、ぜひエンジョイしていただければと思います。それではまたよろしくお願いします。27ライダーでした。失礼します。